あります、あります。これでもちっちゃいです。色が違います。これあのマイナスですわ。ああ、そう。これマイナスです。はい。なんでわかるんですか？ちっちゃいもん。プラスです。自分プラスやろ。あ、じゃあ、マイナス。マイナス。あ、プラス。自分昨日飲みすぎちゃうちょっと。いや、そうなんです。飲みすぎちゃうちょっと。飲んでないです。ということで、ボンさん、その前に靴下が入ってる。はい、ということで決まりました。これですね。はい、これですね。これ、これですか？マジで。それだけの理由でこれなんですか？これ、これですよ。だって、靴下緑やのに、これとかこれとかこれとか買ったらみんな怒るとか、ブレてます。ブレてるって。黒とかかっこいいじゃないですか。今日これ黒はベアンカラーです。そうそう。これベアンで。ベアン。これ。じゃあそう、俺と一緒やから。これですか。これですね、間違いない。全然不本意。ちょっと店員さんに言わな、それ取らないで。一応これ、iPhone はこれですね。iPhone はこれ。で、iPad。iPad。iPad のカバー、あっちです。iPad どれか。iPad、この Air 2でええじゃん。これ。これね、はい、種類がわからないんですよ、さっきの時に。何を買ってたの？あ、大丈夫ですか。iPad、Air じゃないんですけど、Air 2ので合うんですか、これサイズが。Air 2、Air と Air 2はちょっと違うんですよ。これ Air じゃないんですよ、これ。Air なしですよね、これ。これは、はい、ちょっと、はい。あ、別に開けてもいいですか。あ、大丈夫ですか。はいはい、ずっとフィルム貼りっぱなしやし、使ってないですか。ちょっと使います。お見せしてもらったら、はい、どこに書いてます。 A の18237 なので、こちら 9.7 インチのものです。はいはい、第5世代のものですので、はい、こちらになります。あ、2個だけ。そうですね。あ、残念です。これはこれはちゃう。違うんですよ。こちら5前の世代のやつです。これだけ。はい、もうこれフィルム入ってます。フィルムは入ってないんですよ。じゃあフィルムを買おう。もうすごい男らしく。わかりました。はい、どっちする。黒。その後であれ、あの染め球で緑に塗ろうよ。塗りませんよ。塗ろうよ。そこは染め球で緑に塗った方がいいですよね。カッティングシート貼るから。カッティングシート貼ろう。緑の。カッティングシート買ったのは俺だ。いや、いらない。買いに行きましょう。買いに行きましょう。ね、で、貼ろうよ。一番いい皮ですよ。皮ですか。皮ですね。皮っぽい。ほらほらほら。贅沢。こんな感じですよ。贅沢です。はい。ちょっと、ボツさんには似合わないですね。そうですね。うん。こっちの方がいいんちゃいます？いやあ、ボッツさん今、はい、あの iPhone と iPad のケースを、はい、もう決めた？はい、これをな、後で染め球で塗るっていうのがいいですか？じゃないんですか？ほんならフィルムも買わなあかんから、はい、9.7 インチでしたっけ？ 9.7 インチ、 9.7 インチ、 9.7 インチのフィルムを買ってください。でもこれ iPad Pro 用やけど大丈夫ですか？わかんないです。切りましょう。多分合うんじゃないですか？こう穴が1個だけやったら多分合うんちゃいます。穴が1個だけやったら聞きますか。はい、あ、まだ対応に入りました。対応ね、はい、こっちも入りました。そうですか。はい、それも iPad Pro ですね。なんで iPad Pro 買えへんかったの？おくろ高いしね。今日それにしよう。めっちゃいいよ。ミニ4、ミニ iPad Mini、ミニ4、Air、Air 2、やっぱり4000ですよ。 Air なしないですね。うん、ボッツさんがね、今日雨の中に濃い湯で、そうですね、平田さんまで呼ばれました。そうですね、あれですよね、昨日飲みに行っとったんですよね。カパンパンですよ。カパンパンですよね。晴れてますもんね。これなんかいろいろありますよ。これ iPad Pro ですね。迷彩柄、これめっちゃかっこいいですよ。かっこいいですね。これしましょう。なんで iPad Pro 買えへんかったの？いや、相談したら、はい、プロなんかいらんでって言われたんですよ。誰が？確かです。ああ、まあまあ、いや使われへん。うん、いらん、はい、iPad は、うん、いらん。プロはいらん。使いこなせへん。うん、そうやな、はい、使いこなさへん。じゃあ、iPad、でも iPad Pro でも合うんちゃうの？今、ボスさんが合うかどうかを実験したいんですよね、これ。どう？そうそう、いや、これで合わなかったらどうなんですか？ iPad を持ってるけど、iPad のカバー買いに行ったら Air しかないっていう人のために、はい、あえて Air を買って合うかどうかを試してみる。1か8か。でもこれ、先入ったやん、これに。確かにね。これに入ったんですよ。カメラの位置も OK やった。カメラの位置も OK やったんで、もう一回はめてみてください。はい。またご自慢の iPad、iPad Air なしを出します。Air なし。ちなみに今日、撮影許可出てます。はい、出てます。もちろんです。はい。店員さんにいいですかって言って、いいです。はい。はい、じゃあ、落下さんだったらいいです。はい。そうそう言ってなかったですけど。はい。じゃあ、ちょっとはめてください。なんか大きさ的にはありそうですよね。ちゃんとはめてみてください、ちゃんと。いや、これがあるからね。ああ、でも一回はめてみてください、ちゃんと。ああ、多分ちゃいますね、これ。ちゃいますね、やっぱり開きませんね。なんかちゃいますわ。やめておきましょう。はい。はい、ということで、iPad Air なし用を買います。はい。はい、でもこれで決定で。これ、はい、フィルム入ってないですね。フィルム入ってないです、これ。
入ってそうですよね。大体入ってるんですけどね。でも店員さんが入ってないというところが。あ、そうなんですか。これが入ってたらクレームもんですよね。クレームとか。じゃあこれを買って、はい、フルもちょっとええのを買って、はい、すごい人通りでもうすごい激しいところ、はい、埃が舞うようなところで貼ってみようや、ギャンギャンやってると思う、で貼ってみようや、いいです、それそれ布団屋さんの前とかええな、めっちゃええ、はい、めっちゃええ、はい、何？でも安いの、違いますね、安いの、安いのどうでしょう、違う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 、これ2000円?30円ですね、これカバンですね、うん、はい、フルムフルムはこれでいいですか、合うでしょ、これ多分、それかもうあえてプロですよ、ね、あえてフィルムだけダイソンの 10.5 ダイソンの100円の貼ります、1か8か、そこでそういうとこコストとか出してもええと思うで、トラックドライバーダイソー大好きやから、ダイソーとホームセンター大好きやから、これがあるしカバーがあるし、もう中のフィルムは100均でええんじゃん、はい、でこまめに貼り替える方が、そうこまめに貼り替えたらその方がずっと綺麗し、うん、ええと思うで、それ本気でアドバイスですね、あ、僕もそうですよ、僕も結構100均のコンスタント何出そうとしてるんですか、もう100均のコンスタントに張り替え系です、すぐ何があってるんですか、すぐこう傷入るでしょ、鍵とかって擦れて、だから見てください、定期的に張り替えてるからくちゃくちゃです、こんなボロボロ、これ100均ですか、携帯も割れてもと、割れてもと100円が、はい、iPad は iPad 持ってきてないです、持ってきてないですか、結論はやっぱり絵の貼ってない、絵の貼った方がいいってこと、そうですよ、今携帯バキバキ終わってるから100均やから、そうですよね、うん、どうする、え、だから、はい、もう顔系ではおるんですけど、エアしかないから、エア買いや、多分これ見てる人も多分イライラしてると思う、エア買いやと思ってると思う、ちょっとだけ聞いて、聞いていきましょう、はい、じゃあ聞くだけ、これどうちゃうんですか、うまいか、超高性、光沢、はい、下の星、下の星、1.5 インチ合わないですよ、ね、あ、この 9.7 インチを買ったらいいね、これ、これは 10.5 インチ、もう100均でええんちゃいます、ないもん、自分今助かったと思ってるやろ、助かったと思ってるやろ、もう僕は今日は、うん、もうどこのメーカー、わかりません、安いやつ、ベル、あ、これは、はい、あ、そうですね、それいいと思います、あ、これですね、エア2って書いてますよ、え、じゃあミニ、ミニ、ミニ、じゃあミニじゃない、エアやったら、エアでもない、これエアなしやもん、持つの、だから iPad やから、iPad ミニか、ミニか、iPad エアか、エア2やから、エア2やから、ほら、ちょうどいいじゃん、え、ってかこれじゃないでしょ、これ何でしょう、これじゃない、違うの、これは、あ、当店オリジナルって書いてるから、もうなんか、もうなんかややこしいから、100均にしますわ、4000円もする、そうでしょ、なんかこれ4000円見たら、なんかもう今ビビって100均でいいですわ、だって1万円超えますよね、ですよ、これだけで5000円ですよ、だから iPad とか iPhone 持つということはそういうことやねん、お金がかかる、お金がかかる、はい、これどうちゃうんですか、こっちは完全ミニ4専用ちゃうんですか、ミニ4ですね、ミニ4、ああ、これでも今やったらもうあれ100円のやつ貼ってこれを買った手にして100円の編集でうまくガチャンコして、これにしましょう、これ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 にしましょう、これしましょう、で戻す、戻す、あとはそれ切っといて、そこを切っとくから編集で、ほなあとで100均に買ったら分かった、まだちょっとあれ店員さん一人やからまだこれ取られへんような、店員さん呼ばない取られへん、鍵付きやから、ポザン、はい、フィルムは大丈夫ですか、あ、フィルムは大丈夫です、携帯のフィルムは大丈夫、携帯のフィルムは、今何時、これ、かっこいいじゃないですか、11時、あ、これ、フラッグミラーですよね、フラッグミラー買ったんですよ、ですよね、はい、はい、あ、買うシリーズで買ったんですよ、はい、この間の、はい、はい、フラッグミラー、はい、高かったです、高いですよ、高そうですもんね、これ、フラッグミラー、プラスチックで、チチ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 これは100均で売ってるんですか、どれこの指入れるチャンスでこれ900円指入れるやつ、あ、見に行きましょうか、はい、今11時、はい、ボッツさんと合流してから1時間も経ちます、めんどくさいわ、お、こっちの方がいいやつあるやん、1500円とか、900円のリングいや、この2000円のリング、これの方がええで、だってこれで、これはあれやで、もう 見られた時に、あ、この人絵のつけてるってなるから、やっぱ絵のつけてる方がええ、こっちはゴールドやね、2800円、ゴールド、これも1700円、いやいや、こっちは2800円ですよ、2800円、
これしようや。いや、ほんならもうこうしようや。これをつけ買ってつけた手で100均でこれ買って。あ、そうですね。はい、でもその辺編集できるから。ほんならこれにします。これしようか。はい、これしようか。はい、それと。これでもいいな。一応こっちを300円で、はい、それそれしょ、でこれします。あとでうまく編集しようか。わかりました。はい。あと何します？あとあれですよ、ね。もうあれをあれだけ。あとあれだけ、あれだけで。はい。これ買えへんの？ご提案終わるじゃん。そうです。これあれですよね。コーナーとか売ってますよ。あ、これ僕買ったやつ。これこれこれ。2138円。これ僕一緒ですわ。ほら。ね、これ横文字やろ、横文字やろ、これ900円って言いましたね。じゃあ、1900円ぐらいやったって言うんだけど、これほら、1900円ぐらいの、何が違うか分からんけど、確か、はい、このシリーズですわ。これ石やん、これでいいですわ、1500円で。どうちゃうんですか。一緒でしょ。これの方がええと思うで。なんで一回指にはめてみ、これ中指、左の中指入れてみ、左左左、うん、そう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 、持ちやすいやろ、持ちやすいやろ、はい、返しよう。っていうことで、これしこれしよう。あ、店員さん入ったから、あ、見るよ、店員さん、すいません、待ってました、すいません、あれ、あれ、あれお願いします。あ、はい、ごめんなさいね、大変お待たせ。大丈夫、大丈夫です、はい。これに合うフィルムはセブンプラスですかね。セブンプラスのフィルムはそちらに。店員さん、これね、緑なんですよ、はい、この方、履いてる靴下とね、同じ色なんですけど、やっぱこの方がいいですか。一緒ですよ、いいね、いいですね、そうですね。じゃあこれでミントグリーンなの。ミントグリーンで、はい、セブンプラスこちらなんで。あ、フィルムまだ張り替えるんですか。お張り付けは、はい、させていただきます、はい、え、坊さん、フィルム貼んの。あ、買ってくれるんですか。はい、あの、あ、ガラスのガムになるんですよ。あ、はい、何ですか。このお持ち帰り専用って書いたもの以外でしたら、これ僕こんなんですよ、縁が白くて、縁が白くてめっちゃ高いじゃないですか。だからこれちゃいますって。これはい、え、これ iPad ですか。 iPad じゃない、これ iPhone。 違う違う違う、 iPhone あるんですよ。 iPad の、ああ iPad の、 iPad のフィルム、フィルム9.7 インチのもの。はい、そう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 、 9.7 インチのものですから。何や、大変。あ、こっちにあったやん。あ、もうあれや、在庫品なんや、在庫品。そうなんですよ、うん。一応 iPad Air のものになるんですけども、はいはい、サイズは同じなので、はい、こちらでもお付けします。こちらが、確か4000円。うんうん、いちょうどいい値段ですね。マジですか。すごい高級そうですね、箱が。ちょっと、いや、そんなことないです。ちょっと箱を見せてください。あ、どうぞ。これめっちゃ高級そうじゃないですか、これ。チョコ出してきたんかな、思いました。僕もチョコかな、思いました、はい、これいやいや、これも100均にしましょうよ。いや、そこはもう買った方がいいですよ。僕は1000円札が不足してありますね。1000円で払わんとやっぱり。いい、大丈夫です。はい。じゃあ、ボザ、でもやっぱりこう iPhone とか iPad 持つってそういうとこや、ね。そういうことじゃん。高いもん。わかりました。買うんや。あれ買いましょうよ。どれ買うんや。何言ったらすんだよ、お前。お前。どれするどれする。いや、もうこれはもう。1500円。これやろ、やっぱり。いや、これピンクしかないですもん。これ磁石で。そうやな。じゃあ、これ両面でつけるよ。両面ですか。うん、これつけとったらね、すごい操作しやすいんですよ。でも、あの色には黒は合わないですよね。うん、これですか。ピンクかゴールド。ゴールド。これ値段だって倍しますよ。ゴールドですよ。ゴールド。プレミアム。いや、それやったらもう。プレミアムドライバーもやっぱり、ね、うまい。ゴールド。あ、これ。ちょっとゴールド、ね、まあ、ちょっと妥当な線、はい、ちょっと妥当なとこ選びました、ね、これいらないんですよ、なんちゃってゴールド。これあれですよ、どっかにつけとったら引っかかるんですよ。いらないですね。いや、これはこれしたら逆にかわいいよ。これどれ。あ、これこれこれ、あ、それいいんちゃう。それかわいいやん。うん、かわいいやん。どっち。あ、こっちですね。これピンクですよね、ピンクゴールドかな。見せる iPhone になってきてるな、はい。スピンですね。そうやな、色がな。どっちがいいですか。こっちの方がいいですね、ピンク。そのこっちの方がいいですか。ボツさんらしく。ボツさんらしく。靴下用にはいらないですか。おそろい。おそろい。靴下にも。靴下も後でピンク買ったらいいじゃん。これですか。これ何。わかんないです。それでいいですか。はい。あ、これは。らしいけどな、ボツさんらしいけどな。そうですよ、これゴールドですよ、うん、これしましょう。
こっちの、こっちです、こっち。でもちょっとこれちょがってるで、そうちょがってる、ちょっとちょがってる、ちょっとちょがってる、ちょっとちょがってる。あ、これ、これベイアンスピーカー、これのちっちゃいバージョン、ベイアンスピーカー、どうですか、ベイアンスピーカー、これのもっと大きいやつ、もっと大きいやつですか、はい、はい、ここにないです、ないです。ということで、あ、ボンさんがレジに行きました、はい、今日はあれですね、高級なものばっかり買いましたね、最高級品ばっかり、聞いてる、あ、はい、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、合計で14,499円でございます。男前、ポイントカードお持ちではないですか？ないです。無料でお作りできますけど、あ、いいです。でも1万何倍だポイントすごい作れ、かなり何本ぐらいつきます？200円で1ポイントなのでかなりつきます。あ、じゃあ僕ほんならこれ作るんで、これにポイントつけてもらって、はい、かしこまりました。ちょっとカメラお願いします。少々待って、あれでちゃうね。え、何が？うん、あとでちゃんとステージも戻ってもらう。ポイント使われる際はこちらの、はい、登録したいんですね、はい、登録していただきます。わかりました、はい、じゃあ後で登録したらこのカードにもうポイントが入ってるということです ね、 ですね。ありがとうございます。これでもポイントは入ってますね。もう入ってるんですか？何本ポイント入ったんですか？一応生産者集めないと。あ、そうですか、はい、じゃあご生産よろしくお願いします。これね、はい、カード払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 い、はい、打ちたい。1回払いで、はい、ちょっと金額足りるかどうかわかんないんですけど、ちょっと見てもらえますか？僕、はい、僕、これそボッサの買い物で、ワンコポイントいただきました。ワンコポイントいただきました。はい、2個が、2個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 、これにしようかな。わかりませんよね、わかりませんね、はい、もう決済終わりましたね。こちら残ってないですか、ね、あ、まあこれ、はい、結構残ってるやん、まあ、あと、いや残ってないです、残ってないです、うん、はい、はい、後で見ます、はい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 、カード払いしました、カード払い、決済、はい、こちら、そう、ご署名を写したらもうやられ方だ、はい、はい、写したいけど、写したいけどじゃあこれ店員さんに貼ってもらえます？それから自分らで、いやいや、もう貼ってもらいます、布団屋さんで、布団屋さん、いやいやいや、こちらね、あのお貼り付け専用のものになるんです、はい、あ、貼り付け専用持って帰れないで、そうですね、はい、あ、これ持って帰って貼るんですか？え、あの、こちらの方で、お店の方で貼ってもらえる、これは持ち帰れない、強制ですね、はい、もうまあこれ入れたものの方がええで、埃が、そこです、お願いします。はい、はい、ございます。この筒にある袋の方は、あ、捨ててください、ね、はい、どうせともこれもつけて、そうやな、つけておきます。はい、お願いします。お客さん、いてはるじゃない。14,000円。この人がこんな高いのを買い物するのは初めてなんですよ。はい、あ、そうなんですよ。そんなことないです。だからちょっと記念に、はい、すみません。なんか、はい、2番の番号です。お時間、そうですね、大体15分、20分ほどいただきます。はい、20分ほど。これ、取らしてもらわないんですか、春の方は。取らしてもらいましょうか。緊張します。あ、大丈夫です。大丈夫です。はい、じゃあ、お願いします。ここで貼るんですか？で、こちらです。あ、こちらです。はい、じゃあ、移動します。布団持ってください。ここでザッとバン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 してあの、布団叩きで。何やるんですか？これ、はい、これも貼り替えましょう。あ、ですね。貼り替えというか、入れ替えですね。入れ替え。はい、入れ替え。はい、いや、これはもう一応、これ貼ろうと思ってるんですけど、大丈夫ですか？一応お店の名前だけ出さないですから。あ、そうなんだ、そうなんだ。あんた最初だけ買うのしたら OK ですね。はい。店員さん、これめっちゃ入ってますよ。あ、そうですか。じゃあ一応モザイクかけていいですか？あ、声に？いや、違います。あ、構わず、全然映る。はい。あ、あ、奥さん、おはようございます。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 電子モード、こんなに来たら普通3万円ぐらい買い物してもおかしくない、おかしくないですね。あ、ウータさん結局来れない、ウータね、今日なんかコインランドリーとかないバタバタ結局時間がなくなる、あー、そうなんです、はい、それもスポットはまるだけですよ。あ、しまった、さっきあれリンゴ貼ってるから、ええやん、もうさっき入れてからどっちから入れるとか、あ、これ来ました、来ました、リンゴ、違いますよ、あ、見せたかった、見せたかった、そうです、そうです、守らなかった、そうです、え、もうもうギュッて、ギュッてはめるだけで、ギュッと、あ、これでいいんですか、うん、入った、あ、これでいいんですか、うん、え、これで完璧、iFaceデビュー、 iFaceデビューですね、うん、あれ、あ、おー、裏見せて、裏見せて、靴下見せて、おそろ、おそろ、おそろ、めっちゃおそろ、うん、あとリングもつける、リング、センターもう始まってる、
ホコリ取り専用のシールですか。そうですね、はい。ボタンやだ、貼ってくれるんで。リングなんか後でいい。リングも貼ってもらいましょうか。リングなんか貼ってもらって。あ、もう貼ってる。プロの貼り方ちゃうわ。シールでトゥ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 って埃貼って迷うことなく一気やる。これが iPad Pro です。うまいこと言いますね。iPad Pro これぞ、はい、あ、なるほど。剥がしながらこうやって空気を抜いていくんや、はいはい、でこれで結局エアなしになるやん。さっきから言ってた。もう聞いたか。だいぶうまいことできてます、ね、言うとったのに、なんか流された。うわめっちゃ綺麗。テープをラミネートの表のやつを剥がす。はい、じゃあます。あー、そういうこと。あ、ホコリが入ってる。あー、ホコリが入ってる。細かい。もうボツなんかな、携帯考えてな、いろんなデータのこう移す適当やったもんな。もうラインも消えたとかして超ショックです。このぐらい来てんねんせな。あとカバー入れて終わりですね。そうですね、はい、カバー入れて。ほらもう僕ら解放されるんですね。あとこれも貼るんと。あ、そうなの、めんどくさい。このままめんどくさい。これは何だったんですか。これどの辺に貼ったらいいんですか。僕もこの辺ですわ。ちょっとずれてるでしょ、真ん中より左下、はいはい、あえてそれは、うん、あえて僕指短いね。ラッキーでしたね。あの iPad 結構、はい、あの貼るときにホコリ入りやすいんですけど、はい、今日1箇所だけでした。はい、あ、はい、ラッキーですね。うん、店員さんが言うぐらいは相当ラッキーや。そう、ちなみに僕ここで前も僕も貼ってもらった iPad と iPhone 貼ってくれた。女性の店員さんが貼ってくれた。店内仕事してる。どうしたの、指ボロボロやんって。仕事をしてる手です。俺なんか仕事してない手みたいな。してないですね。タコ一つ。あ、そうやって入れるの。これダンボールなんですか、こう内側は。ダンボールではないですね。あ、ダンボールではないですね。ちょっと失礼ですよ、ね。ダンボールで4000円は高すぎる。そうですよね。かなり失礼ですね。ダンボールか思った。うん、いいですね。はい、すみません、お待たせしました。はい、これでスタンドどうやってですか。スタンド。あ、なるほどなるほど。こういう感じで。はい。うん、じゃあ、この電源入れていただきます。動作確認だけしていただいていいですか。パッケージどうされますか。あ、もう捨てといてください。はい、かしこまりました。うん、よくわかんないですね。 OK です。多分、大丈夫でしょう。はい、はい、はい、これも捨てといてもらって。あ、はい、貼り付け問題ございませんか。はい、これも iPad で貼った。いや、来ません。じゃあお見せ出られますと、お取り直しなどできませんので、ご了承ください。はい、じゃあこれ自分が貼ったらええやもん。今貼りますか。今貼るんだ。じゃあもうこれもらっときます。いや、なんで、なんで。めっちゃ恥ずかしいわ。なんで。一応こう入れてきます。あ、はい、これなんですか。正規品の認証フォームのものになります、ね。あ、はい。なので、そちらで番号を入力してもらったら、本物か偽物かというのがあるんですけど、まあ、本物は間違いないですけど、はい、ただ、まあ、それが、あれが、うん、一応、もし何か不都合とかあった時には、メーカーの保証書にもなりますので、はいはいはい。これは、これのやつですね。そうですね、はい。はい、出して。これでも拭いた方がいいですか。大丈夫、やっぱりほこり。
この辺、うん、ちょっと左この辺にあるわ、ええわ、うん、危ないか、待って、俺どの辺にあるこっちやな、ここの辺、この辺この辺ですか。うーん、この辺、この辺ちゃう、ちょっと見てみて、ちょっと見て、もっと端っこ、もっと下じゃ、これ隠れてもんな、マーク。ああ、でも、大きさちゃうけど、まあ、好きなとこに貼ったら、いや、違いますよ、こっちですよ、うん、こっちですそうか、そうか、そうか、全部広げない、わからない、これちょっと借りていいですか。あ、うん、もう汚れてますよ。これ借りていいですか。はい、あ、はい、いいですよ。これシュッて、あ、そのままかけない、ああ、綺麗な、綺麗な、綺麗な写真、はい、はい、はい、じゃあ貼ってください。隠れてますね。まあまあ、後でまた書き直すね。ちょっと指抜けてください。よし、ああはいはいはい、ありました。なんか歪んでますね。あれですね、あ、 iPhone のカバーの色に全く合ってないですねはいはいはい、終わり。はい、これゴミいいですか。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。やっと解放されるこれもそれはちゃうんですか。はい、はい、そのありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、父さん、良かったですね。良かったですね。100キロ、もうちょっと100キロ買いかけましたね。そうですね。危ない危ない。はい、ということで、はい、今日はね、キラさんの家族まで巻き込まれました。はい、お疲れ様でした。はい、よいしょ。